干潮の時間を狙って来てます。でここね、海岸というよりはね、川が一本入ってまして、今から行くところはそのね、川の河口に続く、サーフです。では参りましょうか。内湾のサーフを選んできました。もちろんね、外海のサーフでもね、波がいい時はすごい、まあ効果あると思うんですけど、まずはね、こういった内湾のね、サーフでも行けるというところをね、見せたいですね。ちょっとじゃあやってみます。ブレークラインに近づいたタイミングで釣りをした方がね、釣果が上がりやすいんで、まあ、干潮を狙ってきてます。まあ僕の中ではこれね、結構期待してるんですよ。新しいタイプのね、サーフにとっては新しいタイプのルアーだから、今までのゲームの感じとはまた違うゲーム性ができるってことと、当然ね、これはこれで釣れる魚っていうのがまた別にいると思うんですけども、そういった釣果への期待両方あるのが、これがすごいいいですよね。ビッグベイトって、まあ、当然物が大きいんで、サーフで使うとなると、まあ、まず飛ぶのっていう、要はポイントまで届くのっていうのが一つあるから、最初投げた時は、あ、意外と飛ぶよね、それはね、すごい思った。まあ 60m ぐらい飛ぶわけだから、サーフゲームにしっかり使える性能っていうのはもう確認できたんで、あ、これはちょっと面白い釣りができそうだなと。ちょうど飛距離も出て、アピールもしっかりできる、ビッグベイトとして の機能もしっかり確保できるってところのサイズ感がちょうど150、ちょうどもう今が干潮ぐらいなんで、これから潮が上げ始めてくると思います。来た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 、よっしゃ、よし、食った、そっち行こう。おお、低い低い低い、手前したね。おお、低い低い低い、おお、よしよしよし、おお、おお、おお、けけけけけ、さあ、なんでしょう、いいサイズの何かですね。さあ、何が出てくる。お、ヒラメか。わ、ヒラメか。ちょっと待って、わかんない。こっちかヒラメか。ヒラメだ。でかい。でかいでかい。でかいでかいでかい。でかい。でかい。いいサイズだ。おお、でかいでかい。おし、ナイスサイズ。やった、ヒラメだ。見てこれ、ほら、いいサイズよ、よいしょ、いいサイズですね。まあ60、そうですね、60あるなし、ちょっと後で測ってみましょうかね。いいサイズが、ほら、すごいでしょう。アーマージョイント、これね、しっかりね、口の中に入ってます。やっぱりね、このサイズのルアーなんで、サイズがね、釣れる魚のサイズが本当にこれいいですね。で、近くでヒットしたんですけども、本当にですね、見せるようにこの海底ですね、沈めてからゆっくり巻いて止めて、ゆっくり巻いて止めて、まあおそらくね、どっかから見てたと思います。で、後ろからパッと追っかけて食ったんで、こういう形で、ね、ヒットしたと思うんですけども、口の大きさ見たら分かるんですけども、しっかりね、ルアーが入っちゃってます。これはですね、このね、プチロック、まあフックがですね、半固定になってるんですけども、これがね、ぶらついてるとこういったところに、ね、かかっちゃって、なかなかしっかり入らないということがあるんですけども、これね、半固定になってるので、その可動域がですね、ある意味少ないんですよね。だから邪魔するものがなくてもしっかり口の中で入るということがね、しっかりこれ分かるようなフッキング、いや、なかなか存在感、そしてフラッシュブーストで、このかかりの良さ、そしてこの飛距離ですね、まあ全てがですね、いい具合にまあ機能して、この1枚につながった、そんなね、まあヒラメでした。いや、いいですね。ちょっとね、支えてあげて、いけそうだったら、これはいきます。さあ、どうかな。さあ、いった。
あ、行きました。行きました。よし。あ、まあ、ここにいますね。よし、来ました。いやー、まあ、ブースト、アマジョイント。こういった内湾のサーフ、もちろんね、ナイダー、外見のサーフ、すごいね、効くんで、今みたいにね、条件が揃ったら投げてみてください。いい釣りできます。このね、ヒラメゴールドのカラーですね、フラッシュブーストに大きなパターンの強輪ですね。割とですね、濁ってた状況でした。なんでこういった光のね、反射が強そうな濁りの中でね、目立つゴールド系ですよね。そしてチャートの組み合わせのカラーを選んで引っ張ったところ、食ってきましたね。まあ別の場所でね、やってみましょうかね。今日は格好やってみましょうかね。まだ朝なんで、何かうろうろしてる可能性があるので、加工からやってみましょうかね。今回使ったタックルはネッサの XR S110M/MH。 M っていうのは、まあ、ティップの部分ですね。まあ、従来のその MH とかと比べると、まあ柔らかいと。バットとかね、ベリーまでのパワーとこのティップの柔らかさっていうのがね、うまい具合に一本に、ね、なった。角に引っ張ってしまうのをちょっと抑えたい場面、そういった時にこの竿はですね、非常に調子がいいですよね。リールがステラの 4000XG、 ラインがピットブル8プラス、 200m 巻きをこれ1号ですね、巻いております。そしてリーダーがエクセンスフロロリーダー、これの、6号、25ポンドですね。これを1メーターほど接続して使っています。今回ね、ビッグベイト重たくてね、大きなルアー使ったんですけども、いつも使ってるですね、サーフ用のタックル、これで十分対応できます。僕はすごい見た目のアクション気に入ってるし、まあ、それが当然ね、超過につながってると思うんですよ。だからすごいこう振り幅の割とワイドで大きな、キュッて動かしたらもう立ち上がりよくバーって動いて、止まってからもちょっと揺らめきながら落ちるみたいな、ああいったところの動きっていうのは他のルアーにはなかなかないだろうし、そういった意味じゃやっぱり別のルアーとして使えるし認識できる。で、魚もまあヒラメに関して言えばあんまり見たことないルアーなんで、出来上がりは結構僕の中では満足してますね。これシンキングですけども、そんなにこう早く落ちるタイプ、沈むタイプではないですね。まあ、割とスローシンキングタイプで、どうしても波があるので、フローティングだともうね、正面だけ、水面だけでほとんど沈まなくなってしまいますので、そうするとヒラメとかね、あるいはまあこっちでもいいんですけど、割とこうボトムにいる魚に対してのこうね、アピール力っていうのがもうなくなってしまいますので、まあシンキングっていうのはもうこれも必須条件でした。で、あとはまあその動きの問題があるんでね、しっかりこのビッグベイトとしての機能、あるいは動きですよね、アピール力ですよね、これをしっかり確保させながら波の中で泳いでも、まあ、レンジをあんまり外さないような、そんなところの、まあ、この重さ、そして沈下速度っていうのをいろいろ探っていって今これ落ち着いたんだけども、そういった意味じゃちょうどいいところのシンキング。スケールブーストはやっぱり特に強輪のパターンの大きなやつはやっぱこの表面積が大きなルアーだとすごいこうギラつき感が出て、まあ単純に僕ら人間の見た目もかっこいいと思うし、見た目の魚感が出てるんで、おそらくそれっていうのはやっぱアピールはやっぱ強く感じると思うんですよね。で、あとフラッシュブーストもね、まあこれは言わずもがないですよね。アウルとナイチはやっぱ全然違うんで、沈下の時はちょっとくねりながら落ちてくんだけども、その時やっぱキラキラと光ってくれるんで、まあ収入効果って意味言ったらすごい高いかなっていうのは実際思いました。このね、テールフィンですね、エラストマーでできてるんですけども、この形状がですね、またしっかりね、動きに関係してくるので、こだわってですね、動きの出る
このサイズと形状ですね、突き詰めて設計しました。どうしてもね、砂だらけになるじゃないですか。あのサーフで使ってるとジョイント部分に砂が詰まってね、動きが悪くなるとかっていうことは、まあ長く使ってると出てくると思うんだけども、そういったところの砂抜けの良さ、あるいはメンテナンス性の良さ、細かいことだし、そういったところまでしっかり踏み込んで開発してくれてるっていうのはやっぱりすごいなと思う。このジョイントの部分ね、ここにね、磁石マグネットが入ってます。で、今はこのマグネットが効いてない状態ですね。で、飛んでいくときはこの状態で飛んできます。そして泳ぎ出しのときはですね、これがこういうふうに戻って、まあちょっとカチって感じで磁石同士がくっつきます。距離を取って、でこの動きが出るんですけども、この動きがですね、ある程度磁石によって制限されて大きくなりすぎないような状態で動くというのがね、このアーマージョイントのね、大きな特徴です。このね、プチロックはちょうどね、くびれたところ、針金がね、くびれたところあたりに塩がたまりやすいので、この辺をしっかりね、流水で洗って、そしてフックのね、このちょうど藍の部分ですね、こちらにもね、塩がたまりやすいので、しっかり、真水で塩を洗い流してください。さあ、干潮の時間にまたやってまいりました。水は結構澄んでますね。で、日光が入ってるんで、ちょうどブレイクライン色の差がね、見えてますね。さあ行ってみましょう。よろしくお願いします。飛ぶじゃんやっぱり水の中で相当目立ってるんだなって感じはね、使ってたりします。なんだろう、特にこう明確な理由はないんだけど、まあそういう感じがするよね。本当にこのアーマージョイント、この通常のね、サーフタックルでのね、まあ使える強い味方、もう本当に実感しますよ。これ使ってみると、まあ、あと投げてみたくなるというね、不思議な衝動に駆られるようなね、そんなルアーだね。よし、よっしゃ、よっしゃ、よし、よし、まだまだ、よし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 、こっちだ、こっちだ、こっちだ、あ、こっちだ、よっしゃ、見えてる見えてる、よしよしよし、うわ、これ遠いな、うぅー、やばいやばい、うわし、かかり方ちょっとね、見えてるんですよ今、こっちだ、うぅー、ほほほほ、待て待て待て、あかんあかん、よし、おお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 、外れちゃいそうだ、外れんだ、あ、かかった、よし、かかったかかった、かかったかかった、いい感じかかった、いい感じかかってる、多分大丈夫だ、これ多分大丈夫、バレんなよ、おー、よし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 、おおおおおおお、うわー、よし、よし、オッケー、オッケー、オッケー、マゴチだ、うう、来たね。今ね、ブレイクラインの向こう投げて、ちょうどですね、ブレイクラインを差し掛かったぐらいですかね。で、シャローに差し掛かったぐらいでガツンって飛んできましたね。かかってからすぐね、頭振ってたんで、すぐこっちかなというふうに分かりましたけども、どうでしょう、これサイズ、まあ55センチぐらい、目測ですけどもね、ありそうですけど、この150のサイズのアーマージョイント、しっかり食ってます。なかなかいい感じでした。やりました。干潮一発。まあ、平面のサイズは
まあそれなりにいいサイズだったんで、この150ミリというねサイズ感に対しては何にもまあ捕食して当然だなっていう感じだったんですけど、マゴチに関して言うと、まあ、大きさがまあ目測ですけども55センチあるなしぐらいでしたね。で、まあ、もちろん口の大きさからしたらねサイズの、ルアーって入ってしまうんですけども、それでもやっぱりね大きいじゃないですかサイズに対して。そういうこと考えるとやっぱりマゴチも割と、まあ、アグレッシブな面はあると思うんですけども、しっかりそういったねアグレッシブな面を引き出して食わせにねつなげてくれたっていうのがね、まあ実感できたんで、まあヒラメとかマゴチに対してアーマージョイントすごい効果があるなっていうのは、まあ使って実際釣ってみてよく分かりましたね。むしろこういう経験をすると積極的に使いたくなる、そんなね気にさせてくれるルアーだと思います。